皆さんこんにちは。今日は年末の私の夜活とある日の夜の過ごし方の動画です。よかったら最後までご覧ください。今日はこちらを使ってゆず鍋とキムチ鍋の2種類の鍋を作りたいと思います。こっちはキューブタイプで、こっちはポーションタイプのものです。よし、では作っていこう。こっちがキムチ鍋で、こっちで寄せ鍋を作ります。そして食器を洗い終わったら簡単にシンクを洗っていきます。いつもは洗ったお皿はすぐに拭かずに少し置いておくんですが、この日は主人が出張中だったので、この後もうキッチンを使わないのでそのまま拭いて終わらせてしまいます。そして冷蔵庫の表面をアルカリ電解水を使って拭いていきます。年末なので少しでも大掃除が楽になるように1つか2つ少しだけいつもよりちょっと頑張って掃除していきます。
シートを入れてます。それでは今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。